が大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。5月22日日曜日午後6時を回りました。皆様の、お手元にもこれ届きましたでしょうかね。自動車税の支払いですね、5月31日が期限ですよということで、私はまだ払ってないので、ぼちぼちね、来週ぐらいに払いに行こうかなと思うんですけども、なんか久しぶりにまともに払う気がします。車をね、買い替えることが結構、最近あったので、優遇ね、1年目の優遇税制措置とかがあるじゃないですか。で、なので、アルファードハイブリッドで 43,500 円なんですね。こんなもんかなって気がするんですけども、5月末までなのでね、しっかり税金を払うのと、ちょうどね、うちの会社がね、5月末決算なんですよ。なので今、決算期ということで、ちょっと机の上がね、すごい散らかってて、いろいろね、入力しなきゃいけないものとか、来週は税理士さんと会わなきゃいけなかったりとか、いろいろバタバタしてて、ちょっとね、税金も払ってきて、やっぱ綺麗さっぱりね、気持ちよく6月を迎えれるようにね、準備をしていきたいと思っております。今週は何気にいろんな新車が出てきたので、発表いっぱいありますのでね、楽しみにしていてください。それでは早速参りましょう。この1週間の情報です。フラッシュ。まずはじめに5月16日の月曜日ですね、この日、中国の国家市場監督管理総局、難しいですね、テスラがリコールを届け出たということを発表しております。中国のね、テスラがそのリコールということで、急速充電中に運転席のディスプレイの表示が遅くなったり表示できなくなったりする恐れがあるらしくて、モデル3とモデル Y が対象なんだけども、中国におきましては2022年に入ってから2月に1件で4月に2件で今回5月の1件ということで計4回目のリコールになりまして、テスラのリコールが非常に目立ってますと。ただリコールといってもその、車を回収して直すということをせずに OTA ですね、無線で直せますということで OTA 対応らしいんだけども、かなり不具合が多いですね。でこの辺がその中国では当たり前なのが、日本だったらちょっと異常事態になりますけども、中国はこういうのを容認するのかどうかちょっとわかんないですけども、テスラとしては結構やっぱり買うのにはちょっとね、勇気のいる車ですね。日本国内でもその満足いくサービスが受けれるかとか、ちょっとそのね、対面でやってもらえるかどうかわかんないですけども、ちょっとなかなか買うのには勇気のいるメーカーだなっていうのがちょっとやっぱね、出てしまったのかなと思います。で5月17日の火曜日、国土交通省ですね、2025年の大阪・関西万博を記念した自動車用の図柄入りナンバープレートを導入する方針を表明ということで、早ければ22年度内にも導入しますということなんだけども、こちら、大きくは2017年から始まった制度なんだけども、大きくはラグビー、2019年のラグビーワールドカップで約52万枚、今でも車にナンバーついてるのありますよね、それね。あとは2021年の東京オリパラのやつのナンバーということで、あれが524万枚出たらしいんだけども、図柄入りナンバープレートいいんだけどね、終わった後ちょっとな感じがあるので、これも今回はすでに走ってる車でも付け替えが可能になるということなんで、ナンバーってね、結構めんどくさいよね。例えば、あれがコンビニで配布されますとね。あと、区役所もいいわ。最低区役所とか行って配布されて、自分でポコポコってすぐ貼っつけれるんだったらいいけど、ね、登録者の場合とリア封印されてるし、ね、勝手にナンバーつってね、ちょっとやっちゃいけないとか、あれ陸運局の方でやんなきゃいけないとか、いろいろちょっとあるのでね、自分でやるのはそんなに簡単ではないですよね。封印自体は、ろうそくみたいなやつを後ろにちょっと溶かしてね、封印にギュギュンとくっつけて、ふって引っ張ったら抜けるんだけどね。抜けてもう一回入れれるんだけど、そういったことはやっちゃいけないし、やりづらくなってきてるのでね、流行るのかどうかというと、新車で買う方はいいのかなと。で、前回の東京オリパラの時はやっぱ白いナンバープレートが流行りましたね、軽自動車。やたらめったらみんな白いナンバープレートの軽自動車。ね、黄色いナンバープレートにコンプレックスをね、抱いてる方が多いのかわかんないですけど、ナンバー白いと確かに雰囲気変わるなっていうのは結構痛感しましたよね。なので今回大阪のやつもね、下手にデザインなんて入れずに、右側にちょこっと万博のマーク入れて、白いナンバーね、軽自動車にぶつけてもいいよってなったら、それが一番売れるんじゃないかな、売れるというか配布されるんじゃないかなと思います。で5月18日の水曜日です。欧州自動車工業会、4月の欧州主要18カ国の新車販売台数を発表してますというわけで、前年同月比 21% 減の74万533 台でしたというわけなんだけども、欧州もね、そのこちらの数字自体が2020年に次ぐ低水準ですよというわけで、まあ、3月に続きまして、減少幅は2割を超えてますというわけで、かなり欧州としても、新車の販売出てないんですね。もちろんその欧州はロシア近いので、ロシアによる、ね、ウクライナ侵攻の問題もありますし、まあ、その物流の停滞による影響もありますというわけで、まあ、欧州の最大、ね、一番ドイツだけど、ドイツは 22% 減で、フランスも 23% 減、イタリアは 33% 減で、スペインも 12% 減ということで、主要国で軒並みね、かなり大幅に車が、新車が作られてませんということで、かなりで半導体不足だけでも大変だったのにね、まあ、ロシアがねということで、ちょっとこちら引き続きね、大変な状況が続くなということでございます。でヒュンダイって言った方が早いんだけどね、ヒョンデ自動車グループ、国内に韓国の、ね、EV 工場を新設するということを発表しております。2030年に国内の EV 生産能力を現在の4倍の年144万台にするということで、まあ、ヒョンデグループとしてはかなり気合が入っておりますね。でアイオニック5もありますけども、まあ、ヒョンデのいいところっていうのは、車を作るだけじゃなくて、実は充電施設もやってるんだよね。自社で超高速充電システムっていうのを、まあ、自社で開発していて、韓国というのはロッテね、お菓子のロッテですけど、ロッテグループともね、連携して本当に充電器のレンタルビジネスなんかも始めてて、かなりインフラ面も注力的にやってる。なのでなんだろう、日本だとそういうの聞かないですね。まあぼちぼち充電もやってるんだろうけども、あまりこんなに EV 乗り気なメーカーもないし、なんかねちょろちょろ出てきたけどもね、充電も交えてみたいなのはそんなにないし、高速充電が最近言われてきてますね。日本に出てくる EV っていうのはね、高速充電対応してなかったりするので、なんともやっぱり1周も2周も遅れてるなっていうのを感じざるを得ない状況ですね。トヨタ自動車6月1日に新型 RX をオンラインで発表ということで、こちら出てきまして、今ティザー画像が出てきてました。トヨタのグローバルニュースルームからの引用させていただいてますけども、正直ここだけではよくわからんということなんだけども、顔面のデザインがちょっとこう、なんていうかな、グリルがいきなりこう始まるタイプっていうのが、最近こういうの流行ってますね。こういう形が流行っているので、あとはこのね L のこのマークですけども、まあ今の LS、現行 LS もこういう風にライトのね、昔は外側にこれがついてたんだけど、ライトの内側に入れていくのが今の主流っぽいですね。というわけで RX が出ますと。で初代からカウントすると5代目の RX、まあ、ただ日本では最初はねハリアーと同じボディで、北米では RX だったけども、日本レクサスとしては3代目の RX になるので、今はもうハリアーとね RX はタコと分かれてしまってましたけども、まあ、ハリアーが出てきます、RX が出てきますということで、まあ、その6月1日ですか、まあ、こちら、ね、デザイン楽しみですけども、まあ、それよりもなんか出たってどうせね、納期すごいんでしょっていうことで、なんかさ、出ても買えないみたいなね、なんかその新車に対するこうさ、モチベーションが低くなりましたね。どうせ手に入んないんでしょみたいなね。だからそう思うと、なんか新型って聞くと、なんかちょっと寒い感じがちょっと私は最近受けてきてしまって、なんかね、もうちょっとこう早くね、まあ最高どんなに長くても3ヶ月ぐらいでね、手元に届くようになるといいなと思いますけど、まあこれもね、下手したら1年ぐらい待つのかなと思うと、ちょっとね、人気ありますからね RX ね、しかも先代のモデル長かったですからね、そろそろ買い替えたいなっていう方も多いんじゃないかなと思います。で資源エネルギー庁、レギュラーガソリンの店頭価格全国平均16日時点を発表しております。前週比 0.7 円安い170円、1リッターあたり 170.4 円でしたということで、5週連続で下がりが続いてますということで、まあ皆様もね、結構ガソリン高いよこれでも、だけどそんなに一時よりは、ね、慣れてきてしまったのもあるし、一応値上がりが止まってきてるのでね、気持ちよく入れられてるのかなと思います。私ね、ついこの収録始める前のね、本当にね、つい1時間くらい前にガソリン入れてきましたけども、151円でした。 151.8 円か、看板上は 153.8 円って書いてるんだけども、なんかスロットで安くなるんでね、給油したらそれが当たって2円引きになって 151.8 円ということで、だいぶ安いですよね。なのであまりそのね、高いなって気もないんだけども、まあ、それにしてもこの金額はすごく補助金が効いてる価格なのですごく安いですよと。で本当はその日本政府はさ、この補助金の制度を設計した時にさ、経産省の方も言ってましたけども、制度設計時にね、やっぱりその今後脱炭素、ね、世の中の流れは脱炭素ですよって、この流れは止めれないと。でだから脱炭素ってことは今後石油に対する投資はしませんよ。石油を掘ったりね、石油を運んだりするね、本当は単価を新しくなきゃいけなかったり、掘るね、掘削装置だってどんどん投資して新しくしなきゃいけなかったりとかするんだけど、そういうことをしませんと。なので徐々に石油ってね、値段が下がることは難しいんですよって。だから石油価格が上がるのはしょうがないんですよ。だからそれでは慣れていくしかないんですよって。慣れてもらうことを前提として、本当だったら175円ぐらい、今175円ぐらいをキープして、ああ、値段高いんだなーっていうことを国民に慣れてもらい、脱炭素ということで、じゃあやっぱり EV とか、再生可能なエネルギーですよねってことで、そっち側にシフトしていくはずだったのに、こういうね、補助金なんかやっちまうもんだから、こうわけのわかんない制度設定になってしまって、だから私もね、常々言ってますけど、リッター200円でいいんですよ。だってドイツのリッターの価格って分かります？ドイツは今、1リットルあたり2ユーロ。だから約268円ということで、だからドイツはそれぐらい高いと。だからドイツの市民はやっぱ怒り狂うというか、もうやっぱガソリン高えなと。やっぱ EV だよねってことで、やっぱ欧州はやっぱ EV 今進んでますよね。だから次の車 EV にしようとか、充電器なんてね、すごい街中にブワーって並んだりとかしてね、だから充電設備もすごく充実してるし、だからそういったところで、やっぱ欧州はさ、そのね、国民に痛みを伴うと。だからガソリンは高いんだってことを根付けて、EV も行くし、街中にね、充電室も出すということで、やっぱそう考えたら日本は一生に一生遅れてるっていうところで、やっぱ国民にガソリン価格は高いんだと、もう値下がらないんだっていうところを、今回ね、公に知ってもらういいチャンスだったのにね、この、参院選があるから、自民党としては、これ以上深くは言わないですけどもね、国民のためにね、こういうガソリン価格安くしてますよ、原油価格安くしてますよ、どうですか、我々に当選入れてくださいとね、次期政権も自民党がやりますよって、こういうことをするとね、こうなっちまうんだなということで、また乗り遅れたんだなということで、これはもう、正直言って、ね、国の国策として大きな、ね、転換点ね、EV は、日本としてはもう出遅れ、もうね、世界とは戦えないんだろうなという気がいたします。F1、ロシアのウクライナ侵攻により中止されていたロシアグランプリの代替レース、こちら開催しないということを発表しております。なので今季は22戦で争いますというわけなんだけども、まあこれはしょうがないよね。今更ロシアグランプリやりますとはもう絶対言えないでしょ。だし、これに対して文句を言う人もいないと思う。なのでね、これはしょうがないということですね。で、19日の木曜日ですと、トヨタ自動車が運営する車の生産拠点である長草工場ですね、愛知県なんですけども、稼働を一部停止しますということを報じられて、夕方には再開できたそうなんだけども、これ結構今でも状況はあまりよろしい方向じゃなくて、愛知県のね、工業用水の供給が止まってしまいましたということで、だからその18日ね、この前日の18の未明から、川の水をね、汲み取れなくなってしまいましたということで、かなり、今も一応その復旧に向けて動いてるし、トヨタのこう自動食器のとこでは普段使ってなかった地下水を汲み上げるとかっていうので装置を使ったりとかして、なんとかかんとか節水とかしてね、やりくりしてるそうなんだけども、これトヨタだけじゃなくて拠点があるね、この愛知のとこだと、そのやっぱり工業用水がねかなり制限されてて、工場がね稼働できなかったり縮小されたりとかして、かなり大変な思いをされてるそうですということです。で、工業用水についてね、私ねちょっと調べてみました。工業用水ってさ、分かりそうで分かんないじゃないね。とにかく水がなくて困ってんだなっていうところなんだけども、日本じゃない、僕らが飲む水はやっぱ塩素とかでね消毒されてる水ですよと。だけど工業用水に関しましては、機械を冷やしたりとかね、洗浄にするために洗ったりするために使う用水なので、飲まないと、飲む前提じゃないので、塩素などでの殺菌消毒がされてない分、工業用水って安くね、使えるそうなんだけども、一般の上下造水よりは安いですよってことで、だから工場をやる上では非常に必要なものなんだよね。だからそれが、今あれだね、せっかく半導体不足もなんかね、やっぱ半導体を不足してますと。不足してるけども、なんとかかんとかね、在庫をね、トヨタなんか在庫をこの1年間で積みましてね、在庫1兆円ぐらい増えたっていうじゃないですか。で、在庫もね、整えたと。そしたら今度は水がないということで、かなりもう、本当にもう踏んだり蹴ったりかなと思うけどもね、早くね、地元のね、とこも大変だと思うんですけども、工業も大変だと思うけどもね、工業要請早くね、復旧できるといいなと思います。で、あとは日本自動車工業会の豊田章男会長ですね、オンラインで記者会見をされておりました。これいくつか発言されてましたけども、車としましてはその再生エネルギーで、使いますということで、脱炭素なんかがあるので、原子力発電のことなんか言われてましてね、原子力発電につきましては安全目線でね、議論を進行いただきたいということを述べてらっしゃいましたね。やっぱり全産業で、車だけじゃなくて全産業で脱炭素なんだとね、車だけ悪者にすんなっていうところがね、ちょっと強調されてましたけども、あとは、あれだね、これ、ちょっとね、どうなんだろうね、東京モーターショー、来年ございます、東京モーターショーね、名前がね、変わるんだって、ジャパンオールインダストリーショーに改める方針も示しましたということで、ジャパンオールインダストリーショー、どうなんだこれ、全日本、産業ショーみたいな、そんな感じだね。だからちょっとこれ、車っていう感じがしないんで、東京モーターショーは東京モーターショーのままで、名前良かったんじゃないかと思うけど、全く新しいショーをね、目指してね、名実ともに変革していくということで、ね、まあ、豊田章男会長が言うんだから、もうこれしょうがないということでね、ジャパンオールインダストリーショーね、来年のね、開催に期待したいと思います。で、ホンダ技研工業ですね、新型 SUV、ZR-V のオフィシャルサイトを開設ということで、これさ、各自動車のニュースに載ってたけども、これオフィシャルサイト出てましたって、僕、ホンダのページ見たけど、オフィシャルサイトがなくて、でも出たってみんなが言ってるんで、これちょっと書きましたけども、でこういった車なんですね。WebCG さんから引用させていただきましたけども、ZR-V ですよと。なんかややこしいよね。CRV とかさ、HRV とかさ、またちょっと違うけども、CRZ なんかもあったでしょ。で、トヨタの方は CHR でしょ。もうわけわからんから、どうもこのアルファベットだけの名前っていうのはなんかバイクだけにしてほしいんだと思いますけども、今回 ZR-V ですよと。ベゼルと CRV の間に位置するぐらいのこう C セグメントの車なんだけども、フロントマスクなんかこうね、静観でゴツゴツしててなんかかっこいいなと思いました。で、サイズ感はこんな形の車でね、どうだ、日本だと、年内の発売を予定してるらしくて、EHV をね、設定するらしいので、まあ、ハイブリッド車なんで、ね、半導体もいっぱい使うんでね、またこれもね、買おうと思ってもすぐ手に入んないのかなっていう、まず今はさ、新車が出た喜びよりも、どれぐらいで手に入るのとね、しっかりこうね、ある程度こう在庫作ってから売ってほしいなみたいな、そういうふうに思ってしまいますけども、この HRV ですかね、ZRV か、ZRV っていうのは、ややこしいね、欧州や中国では ZRV だけども、北米では HRV で出すらしいので、で HRV ってね、実は、ベゼルの別の名前だったりとかして、ちょっとグローバルで見るとわけわかんないね、状況なんだけども、まあ、ZRV というね、車が日本でも年内発売予定されてますということでございます。で、続きまして、5月20日の金曜日。ついに来ましたね、日産自動車、三菱自動車、NMKV、これ何ですかということです。これね、日産、三菱で、共同でね、K の、折半出資でね、K の EV を、事業に関わる、折半企業ですね、の合弁会社です、NMKV、こちらが新型の KEV のオフライン式を三菱自動車水島製作所で実施ということで、軽自動車、ね、KEV 発表しましたというわけですということで、こちらのレスポンスさんからね、写真を引用させていただきました。レスポンスさんの写真が一番中で見やすかったし、綺麗だったんでね、こちらですけど、日産の方、こちらの車ですね、こちら日産サクラという車になりますと。で、社名はね、この日産の中で公募、社員からの応募で決定されたそうですと。で、テレビの CM には松たか子さんが起用されるそうで、これ松たか子さんのコメントなのかな、桜の充電は美顔器の充電よりもね、簡単だったということで、まあ、美顔器の充電、まあ、ポコッと刺すだけだからね、分かっちまえば楽なのかなと思いますけども、日産はサクラと言いますと。で、三菱の方は EK クロス EV ということで、普通に EK クロスがあったんで、それの EV ですよということで EV 版が出てきますというね、内装はこんなような形になってて、非常にシンプルで、EV がね、まあ、実質これ、お値段が補助金なんかを入れると、参考価格ね、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金なんかを最大限利用して50万円、55万円利用すると、一番下のぐらいで184万8000円から手に入りますよということで、あくまでもこれ参考価格なんだけども、一般の軽自動車を買うのでね、そんなにね、ガソリンモデルと遜色ないぐらいで買えますということなので、新しいもの好きの方とか、用途的に近場で使うし、そんなに航続距離なくてもいいよとか、あとは一軒家の方でね、自分家にね、充電施設あるよなんていう方だったら、買いやすい形で、非常にこれは、いいんじゃないですか。なかなか、手を出しづらいかもしれません。値段の理由っていうのがほぼほぼなくなってきて、まあ、走行距離なんかもね、180キロぐらい走るのかな、なんか、ごめんなさい、忘れた、180キロぐらい走るって言われてたので、まあ、そんなに遠出しないとか、近場で買い物しますよとか、ちょっと配達に使うっていう、その小さなね、事業を営んでる方だったら、非常にいいのかなと思います。なので、もしかすると EV 元年、今 EV 元年は前にありましたけども、もっともっと身近に手に入れられるというか、ユーザーが考えられる、購入を検討できる車が一つ増えたということでね、KEV、こちらの役目は非常にね、大きいものだなとは思います。で、あとは、土曜日は特になくて、22日の日曜日、今日ですね、F1 シリーズ第6戦スペイングランプリ決勝がございますというね、こんな感じな1週間でございました。で、この1週間、マスクですか。マスクをね、しなくてもいいんじゃないかみたいなね、ちょっと流れになってきましたね。厚生労働省なんかもね、新型コロナウイルスの対策を助言する専門会議なんかはさ、マスク着用についてね、屋外で人と十分距離が取れるんだったらね、リスクが低い場合はしなくていいんじゃないかっていうことをね、見解示しましたので、いよいよそのマスクしなくていいなっていうところなんだけども、やっぱり今車を運転してて思うのは、車の中でもね、マスクされてる方が非常に多いですよね。これ本当に日本人の素晴らしいところだなと思いますし、車の中はさすがに外していいんじゃないかと思うけども、昨今だとね、外さない理由の一つにね、女性なんかだとそのね、化粧しなくてもいいからっていうので、そういう理由も入ってきちゃってるんで、車の中でもマスクしてる人が多いけども、いや本当にね、僕が車を運転してて乗ってるって楽しみですとは、対向車でね、どれぐらい今、車の中でマスクしてる人が多いのかなと、これがどのくらい下がってくるのかなってことで、かなり楽しみにしてますけど、マスクね、外したマスクをウインカーのところにぶら下げてる人多いですね。僕ぶら下げるの、僕もね、外したマスクぶら下げておくけども、それは日々持ち帰る。なんか車用のマスクとして置きっぱなしの人もいるけど、あれはちょっと衛生上ね、口に当たるもんだから、マスクはやっぱり1日単位で変えた方がいいと思うので、車の中に置きマスクでね、綺麗に未使用なものを置いてるのはいいけど、ウインカーにかけっぱなしにしておくのは、あれはちょっとナンセンスかなとは思いますけど、まあその辺も個人の自由ですけどね。というわけで、いよいよマスクをね、する機会減ってくるかもしれませんね。ということで、感染予防に気をつけて、マスクとね、付き合いつつ、車の中でも、マスクは外してもいい時は外したりとかしてね、快適なドライブ楽しんでいただきたいと思います。以上、この1週間の自動車のニュースでした。明日からの1週間も駆け抜けよう。車大好き僕のラジオ。はい、それではエンディングになります。今日5月もね22日ということで、早いもんでね、来週が5月最後のラジオになりますと。なのでもう結構6月が見えてきてますという中で、6月になるとね、ぼちぼち、早い企業だと6月ボーナスですか。だいたいね、上期のボーナスで6月か7月。で、下期のボーナスはだいたい12月って決まってるんで、6月、7月がボーナス期ということでね、楽しみにされてる方も多いのかなと思います。中にはね、自動車ローンとか組まれてる方で、ボーナス付きをね、多く設定されてる方、ボーナス付きが20万円みたいな、結構ね、そういうプラン結構多いと思うんですけども、そういう方はね、一気にボーナスでボーンと持ってかれちゃうんですけども、そのボーナスっていうのは、なかなか会社の業績によって支払われたり、あれ支払わなきゃいけないもんじゃないので、支払われなかったり、ね、すごく増えたりっていう、変動が大きいので、できれば、ボーナス付きのね、住宅ローンとかだとね、かなり高額、ほぼほぼまんまボーナスでね、ボーナス付きの額全面ね、住宅ローンっていう人もいるので、かなりそれはね、デンジャラスかなと思うんだけども、ちょっとボーナス半分ぐらいね、どんなに会社の業績が悪くなっても、これぐらいはもらえるのかなっていうのの半額ぐらいを、最大でもボーナス付きにね、回しておくと、安全なのかなと思いますけども、僕も最後にね、ボーナスもらったのって、なんだかんだあれなのかな、結構、サラリーマン辞めてからなので、10年以上前が最後にね、2009年かな、2009年にもらったのが、ボーナス最後だったかなと思います。その後は個人事業主やって、今は自分の会社ですけども、自分の会社では僕自分にボーナス出してないので、出せばね、出せるってことは、一応株主総会、なんていうかな、どんなにちっちゃい会社でも、一応株主総会っていうのをやって、その上で、ボーナスをいくらにしますね、なんていうか、役員のボーナスいくらにしますっていうのを、議事録作ってね、で、税理士さん通してやれば、ボーナスは払えるんだけど、別に僕ボーナスなくても、なんていうかね、細々と生きてるので、いいかな。そんなに売り上げも大きい会社じゃないのでね、細々とやってるんだけども、ボーナスが出るとやっぱ嬉しいですよね。テンションも上がりますよね。やっぱ、賞与の日ですか、振り込まれる日とかってね、奥様方も楽しみにされてると思うのでね、ぜひね、家族で円満に使っていただけたらなと思います。あと、車もね、ローンで買ってる方々、最近は残価設定とかもあるので、比較的、無理なく車が買える時代っていうのがあって、本当に過去に比べたらさ、本当良かったですよね。昔やっぱり車っていうのは本当にフルローン、自分でね、全部支払って、切って買うっていうスタイルだったんで、本当に愛車ということですごく車に愛着も湧いたし、なんかその、俺のものとね、私の車、マイマシーンみたいな感じがあったけども、まあ僕はちょっと年を取ってしまったせいもあるんだけども、最近車に対する愛着というのはものすごく減ってきて、最終的にはどっかで売るもんなって、まあ最高でも2、3年、ね、3年乗ったら売るのかなって思っちゃうとなんか、ああね、バリバリいじろうって気もないし、なんか本当にその、まあ車の時代とともに変わってくるので、それはすごくいいと思うんですけども、なんかこう愛着っていうのがね、もうちょっと湧くと、なんなら今自転車の方が愛着湧きますねっていう感じがしてて、まあ車もね、これから、まあドライブシーズンですから、ね、洗車したりとかして、ちょっとね、愛着を持てるようにね、していきたいと思っております。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソースでした。